ナチコラル学園は2009年4月2日から2010年3月25日まで福岡放送で毎週木曜日25時33分26時3分に放送されていたバラエティ番組全福岡県民参加型才能発見番組と名打ちナチュラル以上にとんがった原石をナチコラルと名付けそのナチコラルな原石を売り出すために 番組独自のプロモーションを展開していた。コンセプトは天然素材、いわゆる原石をつぶさに見てみよう。福岡の LED 関連製品メーカーであるギャラクシーがスポンサーで超大型 LED ビジョンガリクストブ天神がコーナーにおいて使用されていた。一発ネタ見せコーナー。プロアマを問わず出演できた。収録はエルガーラ前で行われ、道を挟んで 反対側に位置するガリクスと武天ン,ンで VTR を見ながら進行。2009年10月頃からはコーナー冒頭に有名芸人のコント VTR を流していた。出演者その他一般人多数。福岡の事務所に所属しているモデルを毎週一人ずつレギュラー人が面接するコーナー。モデルのファッション、内面エピソード、ナチコポイントを審査し入学の可否を決めていた。 入学者はガリクストブ天神で PV が放送された番組限定コンサート先行予約や映画の予告コーナー9月24日以前は豆知識の話10月1日以降は未夏の宿題コーナーに挟まれていたありがとうございます